要するに。じゃあ、スタッフさん、じゃあ次行きましょうか。はい。二郎さん、先ほどの動画用意できましたね。ああ、そうですか。じゃあちょっと見てみましょう。はい。スタッフさん、お願いいたします。はい、これはイギリスの、ね、テレグラフという新聞が撮っていた映像なんですね。それで、まあ、今の映像を見ればですね、これ何の説明しなくても皆さん分かりますよね。視聴者の方だから分かったと思うんです。これが今のはオバマ政権の時のホワイトハウスの中じゃないんですよ。バイデン政権になった後のホワイトハウスで行われた内輪のまあ、パーティーというかね、そういう会合があった時の様子なんですね、うん。で、結局副大統領であるカマラ・ハリスと、オバマが、まあ、オバマが主役ですよ、要するに。だからそれがバイデン政権の本質であったわけ で、しかも今回の選挙のまず最初の不正というかね、脚本が、まあ、これは前から私言ってますが、6月の末に、ディベートが行われたっていうこと、CNN でやりましたよね。あれがまず最初の大きなそのフェイクだったわけです。普通は大統領候補のディベートというのは9月になってからやるんですね。というのは両方とも正式に決まるのは8月ですから。で、まあ、共和党の場合は早く決まったということがありました。で、民主党も普通のスケジュールだったら8月の民主党の党大会で正式に大統領候補が決まるわけですね。副大統領候補と一緒に。で、ところが、それから後にディベートやってたんじゃ、まずいんで、何がまずいかっていうと、バイデン、大統領では絶対勝てないと踏んだ民主党陣営がね、オバマを中心とする、バイデンを下ろすために6月末にわざわざやったわけですよ。それで集大を全部晒すことができて、それで、下ろすような作業になって、それでカマラ・ハリスが、大統領候補になったわけですね。で、その辺のシナリオは、おそらくバラク・オバマが書いていたわけで、だから選挙期間中も本当にものすごい数、集会に登場したわけですね。だからさっきの記事にあったように、選挙の後全くメディアの前に姿を見せなくなった、まあ、一種の逃亡状態かもしれませんがね、あるいは何かよからぬことを企んでいるのか分かりませんけど、とにかくそういう状況だということですよね。まあ、そういうことを頭に入れていればもっともっとね、この前の大統領選挙だって別の見方ができたと思うんですよね。うん、どうですか、吉田さん。はい、まあ、今回、まあ、冒頭の、ね、会話であった通り、予想以上のトランプさん対象だったと、うん、まあ、いうことで、これが事実として確定しているので、前回の選挙の時に、まあ、バイデンが勝った選挙の時に、保守の人たちが、これなんかおかしいこと起きてるよね、ここでもおかしかった、あそこでもおかしかった、そこもおかしかったって言ったことが全部ですね、ネトウヨの陰謀論って言ってですね、誹謗中傷をして、まあ、きちんと検証されなかったわけですよ。で、ところが、この現実を捉えてですね、まあ、理性的でまともな人は、4年前について、もう一回、この、まあ、拾い直してですね、その、新しいコンテクストの中で、
2020年に起きたことが何だったのか、改めてですね、再検証を今やっとね、することが、まともな人たちの訴状に乗ることができた。まあ、前回の選挙について、まともな受け止め方をした人と、民主党は何も不正をしていない、民意だって、差別主義に正義が勝ったんだ、みたいなですね、頭のおかしな人たちと、2つの評価があったと思うんですけど、そのまともな人たちはですね、もう一回検証し直していただいて、おかしかったんだよと、従来から主張してきた人たちと、ある意味、今になったら合意できる部分がたくさん出てくると思うんですね。そしてその上で過去を反省して謝罪しなきゃいけない潔い人たちも出てくると思うんですね。この作業もう終わったことだから、日本人はよく水に流してダメなことやってるんです。水に流しちゃダメで、徹底的に検証していくということが、次の、ね、日本のちゃんとした、リテラシーなる世論を形成する上で大事だと思いますね。はい、そうですね。絶対ね、水に流すとかそういう問題ではなくて、不正、それこそ不正を見逃さないということですよ。言論空間の中での戦いなんですから。それで4年前にそういう戦いをもう行われていたわけでね。で、4年後に明らかになったことで、これはその時の過去の不正をですね、やはり正すということが非常に重要で、それはメディアにとってもですね、そういう使命をですね、与えなくちゃいけないんですよね、我々はね。正せということですね。で、今回特に面白かったのは、日本の、なんでしょうね、時々そのメディアに出てくる人間で、一部の人間いますよね。要するに、あっち系の人間ですけどね。それがね、ものの見事にひどいことを書いてます。この大統領選の結果に対してね。例えば、あれですよ。内田達ね。なんだか知らないけど、左翼の方にすごく人気がある。いますよね。あれどこだっけ？神戸大学の教授かなんかだったかな。ちょっとはっきり覚えてないですけどね。ろくなもの書いてないんですけど、それがね、非常にね、アメリカ人を侮辱する発言を平気でしてるんですよね。もうこれで、その、要するに、アメリカ人の知性がないところですね。そういうことが分かったところで、そんなこと平気で書いてる。だからもう、そういうことを書く人間っていうのは、自分の知性を本当に表しているようなもんでね、恥を知れって言いたいですけどね。内田だけじゃないですよ、他にも。アメリカに住んでる町山っていうね、映画評論家と自称してるものがいるんですが、それもまあ似たようなことを書いてますよね。あれもなぜね、聞かせて日本名なのっていうのかわからないですね。あれ朝鮮人でしょ、だって。お父さんが、韓国で、お母さんが日本人 で、うん、で、両親が離婚した後、日本に帰化しました。ああ、そうなんですか。で、で向こうにいて、何やってるんだかわからないんだけど、とにかく、時々変な発言がこう取り上げられたりするんでね。僕は全然気にもしてませんけども、内田達郎の場合は立ち悪いですよ。一応その、なんて言うんだろう。特に、朝日のオピニオンリーダーですからね。朝日が好んで使う、朝日岩波系の、要するに代表的、インテリゲンチャーという、ね、昔の言葉で言うとね、そういう代表的な人物でしょ。だからそれがね、集大を晒したってことなんですよね、はっきり言って。そのアメリカの民主主義は、だから私もだからアメリカの民主主義っていつも否定して、批判してましたよね。それは要するにいろんな不正の仕組みがあって、とんでもない状況で行われてるから、アメリカの民主主義なんてひどいよと。日本のはよっぽどまともだってことは、それは前から言ってますが、そういうところで、とにかく結果を出したアメリカ人の、民意というものをね、それをバカにするというのは、本当にひどい発言だと思いますよ。おそらくね、内田達郎みたいなことを考えた人間はいっぱいいると思いますよね。大体、TBS に出てるような人間とかね。大体そうでしょうね。特にサンデーモーニングって変な番組ありますよね。誰に出るような人間なんてみんなそうだと思うんですよ。そういうことも
あったわけですね。でそういうことがやっぱりこうリトマス試験紙のようにこうはっきり見えてくる。でそれをね、見えてきたものをやっぱり一般の視聴者がそれをちゃんと感知して、まあでももう多分多くの人は分かってると思いますね。そういうこと分かってきてる。だから今回もそのなぜ大きな差がついて勝ったのかという裏にはそれがあるわけで、そもそもアメリカ人はメディア信用してないですからね、はっきり言って。全くそのどの世論調査を取ってもそうなんですよ。あのメディアというのは信用度がすごく低いんですよ。それで一番高いのは軍隊なんですよ。それは欧米の国全部そうです。軍隊というのは 70% か 80% の信頼度を持ってる。でメディアって 30% とか 20% ですよ。最低なんですよ、本当に。で議会もそうだよね。まあそういうことをですね、やっぱり知ってないと良くないと思います。それとちょっと付け加えますと、さっき吉田さんが言いました、不正選挙を防げた、それが大きかったって言いました。で全くその通りなんですけどね、具体的に申し上げると、今回は共和党がですね、共和党全国委員会の委員長にララ・トランプさんというトランプの息子さんの奥さんが委員長に就任したんですね。それで不正選挙の監視団を作ったんですよ。本当にものすごいんですよ。10万人ですよ。10万人の監視員を作って、そして500人の弁護士、全部それそういう組織を作り上げて、それで4年前の選挙で不正があったところに全部貼り付かせたんですよ。で今回は事前投票を共和党呼びかけて、トランプ支持者を事前投票させたわけですよね。それで民主党は事前投票は前から多かったんだけど、それでその投票日の11月5日以前の段階でいろんな不正のケースがいっぱい報道されたじゃないですか。あれ全部そのそういった監視団がいたから、そういうことができたわけですよね。それで大々的な不正ができなくなってしまったっていう、それも大きいわけですね、本当に。まあだからね、あれですよ、開発途上国にね、の選挙の時に PKO で選挙監視団を送るでしょ。それと同じですよね。それを共和党がやったってことなんですよね。そういうことですね。はい。はい。ということで、じゃあ、すいません。スタッフさん、次お願いします。はい、次行かせていただきます。はい、4年前を検証すべきだ、再検証すべきだというふうな話がありましたけども、